オペレーターより 2B さんへ通信環境改善のために必要な資材を収集してください。必要な資材は錆びたボルト、小さな歯車、ゼンマイです。素材は小型の敵から入手できる場合があるみたいです。資材が集まったらレジスタンスキャンプのリーダーアネモネさんに渡してくださいね。了解。少し大変ですけど頑張ってくださいね、 2B さん。目標地点の情報を入手。マップにマーク。オペレーター 6O より 2B さんへ通信環境改善に必要な素材が全て手に入ったようですね。収集した素材はアネモネさんに渡してください。それで任務は終了です。2B からオペレーター 6O へ資材の受け渡しを完了。了解です。お疲れ様でした。まったく、相変わらず司令官は人使いが荒いですよね。ルールにも厳しいし、効率優先のロボットみたいな生活を送ってるんでしょうね。司令官はそんなにお堅くないですよ。え、どういうことですか。司令官ってああ見えて意外に大雑把なんです。服なんて脱いだら脱ぎっぱなしのためっぱなしなので、よく洗濯班が嘆いてるんですよ。それに自分のボディのメンテナンスチェックとか全然実行しないんですよね。そういう雑なところを人に見せないのが司令官らしいんですけど。あなたはどうしてそれを知ってるの。秘密です。それでは。秘密。オペレーターより 9S。 はい、こちら 9S。 司令官から 2B、 9S 両名へのメッセージがあります。再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。
早めに行った方がいい気がします。
絶
ヨルハの遺体。確認、ヨルハ B 型捜索中の 11B の遺体。こんなところに落ちていたのか。 11B ブラックボックス信号は確認できず、ブラックボックス本体に致命的な損傷があるため修復も不可能。そう、推奨使用可能な武器を回収、また記憶領域内に断片的な記憶データを確認。重大な規定違反。しかし当該機体の死亡により処罰の実行は不可能。武器はバンカーにいる 16D に渡そう。